昨日、広範囲で白い粒子状の物質が降った神奈川県の箱根町ではきょう震度3の地震が2度観測されました大涌谷から2キロの場所から中継です、はい、1時間ほど前ですが少し大きな揺れを感じました気象庁によりますと震度3を観測したということです え昨日は183回の火山性地震がありおよそ1ヶ月半ぶりに150回を超えましたえ今日も午前6時過ぎからこれまでに一連の活動の中で最大クラスとなる震度3の地震2回を含む10回の体に感じる地震を観測していますえそして大枠谷から広い範囲で降った白い粒子状の物質ですが 今日も昨日に比べて量は減っていますが、服などに付着する時もあります。気象庁はこれは火山灰ではなく大枠谷の斜面で地滑りが発生し、それに伴って新たにできた水蒸気の噴気口が周辺の土砂を巻き上げたと見ていますが、今日中に物質が何だったのか発表する見通しです。こうした中、今日東海大学の大場教授らが調査に入りました。 今までなかった事例に穴が開いて、こっからガスが出るようになったんですね。二酸化硫黄の波はかなり強いですね。え、<laughs> 大場教授によりますと、大涌谷周辺では、新しい噴気口を確認したということです。え、そして、三十分ほどの間に、車にはびっしりと、え、白い粒子状のものが付いたということです。 また大枠谷にある温泉の供給施設では通常の3分の1近くに温泉の供給量が減っていることが分かりました土石流などで配管が壊れた可能性もあるということです気象庁はこれまでに比べて昨日 の初めて観測された火山性微動のほか今日になって火山性地震の規模が大きくなっていることから噴火警戒レベルを2から3に引き上げることも検討しています。